当です。なぜ もう休まないんですよ。いつ休むの。いや正月3日後ですかね。本当の、まあ、顔って明かすとあれなんですけど、もうやっぱりもう職業ライターの鏡ですね。仕事早い、もう文章は的確。うん、はい、アニカスさんが嫉妬するライターランキング。はい、というわけですね、はい、アニカスさんが嫉妬する人がいるかどうか分かりませんけども、一応トップ5ということで、上げていただきたいと思います。まあ、あの嫉妬するというか、この人は超えられないみたいな、まあ、そういう位置づけですよね、はい。でまあ、ある意味裏返して尊敬するっていうつもりで選ばせていただきました、はい。じゃあもう早速いきましょうか、はい。もうこれ今の人多分知らないと思うんですけど、ね、ないんかい。あのじゃあ順番に、じゃあ5位から、第5位から、まあまあそんなに各人ランク付けっていう感じじゃないんですけど、まあ便宜上、はい、はい、まずはですね、便宜上、はい、ハトポッポ小泉さん、大先輩でございます。先輩です。もう今の若い方は全く多分ご存じないと思う。もうこの方のこの名前知ってる人はまあまあなおじさんのガイド読者さん。そうなりますね、はい。僕のまあ、数少ない先輩ですね。あのルーキー酒井と一緒になんかスーパーセットブラザーズという、まあ、今のマッパチの後のマッパチの原型みたいな感じですね。裏物を追いかけて、でもうあの歯に衣着せぬ、もうバリ増音で、まあ、時にはホールさんからいい加減にしろよとか怒られたりとか、実名でホールさん出したりとか、まあ、かなりとんがった人でしたね。この方は、はい、ライターさんなんですか。あのね、ライター兼編集ですね。フリーランスで。あ、フリーランスなの。はい、白夜商法の社員ではなかったです。外注の、まあ、自分でラフ切って自分で書いてっていう、そういうことをしてました。何年ぐらいまでいたんですか。はい、ね、多分95年の初頭ぐらいですね。あ、じゃあマガジン入って1年ぐらいか。そういう、うん、パスを言うとクーロン あのチェリーのやつあたりまでですね、いらっしゃったの。だから酒井君たちと一緒にもう離脱したっていう感じですね。はい、今は何やってるかわからない。わからない。ご存命らしいんですけど。まあまあ年齢僕より確か一つぐらい上だったかなっていう程度なんで、はい。だから何やってるかちょっとわかんないんですけどね。はい、わかりました。じゃあ第4位。わからないんです。いや、新鮮ですよね、ボスの回しが。いや、だからボスの回しが新鮮で俺たち。まあ、まあ、ただ新鮮ですよね。楽しいなと思って。はい、じゃあ次、第4位を。はい、行きましょうか。また数少ない私の先輩、今でも現役、負けおでございます。負けおさんっていうとこか、一応年は僕よりだいぶ若いんですけども、キャリアは僕の2年3年ぐらい上ぐらいですか。もう必勝ガイドになんかよくわからない人が出てき始めた頃からもう出てきましたね。この人の名前の由来が面白くて、当時まあ、創刊当初のマガジンさんに、パチンコ攻略マガジンさんに、田中克夫っていう伝説のパチプロっていう岐阜県の人らしいんですけど、まあ、見た目なんかうさんくさい演歌歌手のおじさんみたいな感じでサングラスかけて、ね、でその人を割とあの揶揄した感じで、あ、そうなんですね。そう、連戦連敗の伝説のパチプロって面白くないですかって言って、うん、勝手にやれよってかってやって、でも33、4年ぐらいになるんですかね。ただ実際プライベートっていうか本当はめっちゃうまいんですよ。あ、そうなんですか。パチンコのパチスローもうまくて、プライベートでめっちゃ強いんですよ本当は。はい、でもそのキャラクターを曲げずに、まあ、体重は 1.5 倍ぐらいになったんですけど、体格は若い頃ぐらいで、その負けようというスタンスを保ちつつずっとやってるっていうのはやっぱり偉いなっていう、気負らないですね。でそのまあ本当の、まあ、顔って明かすとあれなんですけど、もうやっぱりもう職業ライターの鏡ですね。仕事早い、もう文章は的確、うん、もうとにかく職業、もう文字を書くことを生業とするライターさんとしてはもう天下一品ですね。文章も読みやすい、もう簡潔で、あ、まあ、とにかく編集さんに言わせても仕事が早い、うん、数こなしてくれるっていう、はい、鏡ですね。分かりました。真似はできません僕は。はい、はい、
じゃあ続きまして第3位ですね。第3位はですね、これちょっと有名人になっちゃうんですけどね、大木ひかるさん。まあまあ、ウィチ君もそうなんですけど、まあ、元編集部員で辞めてあんな感じでブレイクしたじゃないですか、まあ、嫉妬ですね僕。あただオキスロ好きで、まあ、ちょっとあの外吉な文章っていうかちょっとだいぶ頭の中脳みそ湧いてるじゃないですか、まあ、それでそれをうまく、まあ、同じガイドワークス白夜消防 の、 その漫画誌の方で、まあ、うまくブレイクしやがったなっていう。なるほど。もうマッパチを蹴散らしてくれたな、ウィーチと組んでみたいな。あ、はい、全くもって厄介な存在です、ね、本当に。まあでもこやつもやっぱスタンス変えずにちょっと土地狂ったところでずっとこうフリーランスになったからね、やってて今なお現役で、まあ、麻雀プロではありますけども、うん、はい、まあ、でもオキスロを叩き続けてる、まあ、そのブレない姿勢はすごいと思います。感動いたします。はい、分かりました。はい、じゃあ次、じゃあ次第2位ですかね。2位ですね。ちょっと待ってください。2位はもうこの人かな、はい、あ、はい、はい、まあまあまあ、まあまあ、いるとは思ってますよね。まあ詳しい説明はもう不要だと思うんですけど、はい、まあ、その最初ガイドのライターになった頃ってそのいわゆるショッカーっていう、まあ、一応データ取り集団っていう括りではあるんですけど、紙面の上では、またおちゃらけた企画ものばっかりやってて、はい、でまあ、最後に入った新入りってことで、まあ、なんだろう、ちょっと嫌な仕事も汚れ仕事ばっかりさせられてたんですよ最初。あ、はい、うん、で実践企画でも大花火のなんか設定位置をひたすら打って波を検証するとか、もうそれしんどい仕事ばっかりさせられて、で奇襲もののデータ取りでは親父打ち担当で、クロンキーコンドルで前回親父打ちでいつも負けてたっていう、そういう中で歯を食いしばった結果が今があるっていう、努力家ですねすごく。文章もすごい頑張って、本当すごく努力、まあ、もう根が真面目なんですよね。あ、はい、キャラクター、ああいうねストンキョのキャラクター演じてますけど、うん、根はすごい真面目 で、 で、まあ、現状、まあ、あの例の番組で一緒になること多いんですけど、まあなんだろう、その他にもすごい後輩使って面白い番組いっぱい、ね、やってるみたいですけど、その面倒見がいいんですよねすごくね。お、演者に対してもそうだし、その技術さんスタッフの方とか、うん、でなぜもう休まないんですよ。あ、いつ休むの、はい、いや正月3日ぐらいですかね。いやそうです、休みたくなる、いやダメなんですよ僕、いや暇になるのが嫌なんで。あ、はい、典型的なワーカーホリックですね、うん、まあでもそこは本当偉いと思います、うん、はい、分かりました、というところですかね、はいはい、じゃあ最後ラストですね。ラスト、うん、これはもう、もうこれは、はい、まあまあまあ、秋山プロですね、秋山浩一さんでございます、はい、僕を、まあ、ちょいちょい今まで何回も話してますけど、僕をこの世界に引き入れてくれた張本人でございます、はいはい、で、まあ、ガイドの方はもう94年頃ですかね、なんか形的に僕が仕事を奪って追い出したような部分はありましたね。ちょっと編集部サイドでちょっとこの人はもうっていう感じになったみたいです。あ、そうなんですね。うん、なんか、ちょっと、あんまり反りが合わなかったんです。あ、はい、編集部、誰とは言いませんけど。うん、それで僕が、ちょっと、もう若手でもないか。うん、あの、新人として、こう、めきめきもりもり、原稿こなしてくれる。直しも少ないし、全然、もう、編集としても楽だから、ちょっと、よせくん頑張って、みたいな感じで。あ、もうちょっと、まあ、秋山さんの方も、ちょっともう編集部に対してちょっとなんかいろいろ持ってたもんで、ああ、でいなくなって、ええ、うん、今結構偉い仕事されてる。偉い仕事っていうか、そのもう十何年ぐらい前かな、前、ね、十何年ぐらい前、家庭教師です。あ、だから家庭教師じゃないわ、塾の先生、塾のなんかオーナーオーナーというか、いや、最初は塾経営してたんですけど、ええ、何年か前、ちょっと体壊されたから、一回それ畳んで、コロナもあったのかな。あ、でまた、ちょっと最近、
まあ、あの雇われでやってらっしゃいますけど、でもそのパチスロに対するスタンスも、パチスロも打ってるんですよ今も。で、あの人は勝つために打ってるわけではない。あ、そうなんですか。どうやったらこの台の面白いところを見つけられるかとか、どうすれば、いや、勝ち、どうやったら勝てるだろうっていうことを見つけ出すのが好きらしくて、はい、まあ、根っからの攻略プロ、プロっていうのかな、まあ、はい、だからお金のために打ってるんじゃなくて、勝ち方を自分で探求するのが好きです、はい、だからあんまり事前情報とか今、ね、ネットで情報ありますけど、まあ、それあんまり見ないようにして自分で見つけ出すのが好きっていう。なるほど。若い頃だってバイトの給料を全部つぎ込んで、あるパチスロ機の、あの天井とか自分で見つけたとか言ってます。もうその時代の感覚のまま今も5号機6号機と対峙してる。決して昔は良かったとは絶対言わないです。今は今で本当に楽しみがあるし、でじゃあ何打ってんですかって言ったら、じゃあもうやっぱりあれですか、あのアクロス系とか打ってんですか、いや僕はあえて手は出しませんって。なんでかって言ったら、僕が手を出して、まあ、勝てるのは分かるんです、きちっと打てば。でもそれやるとやっぱ設定入らなくなっちゃうんで、稼働も下がってお店にとってもよろしくないんで僕は打ちません。すごいですね。ちょっと普通に AT 機で面白そうなやつ、なんかちょっと名前忘れたんですけど、マニアックなやつ打って、面白さを見つけて、こう勝ち方を自分で探求するっていう、もうそこはもう真似できません。はい、本当に秋山さん本当にありがとうございました。僕をこの世界に引き込んでくれて本当ありがとうございました。わかりました。はい、以上でございます。落ちまか。ボスが昔、はい、パチンコ屋の中に入って、はい、店長さんとかと、あ、はいはい、インタビューするのがあるじゃないですか、はいはい、それをずっと思い出してる。あそう、はい、あ、何枚交換ですか。客層は、はい、やっぱりこう設定判別手順とかやるんですかみたいな、そういうのをなんか聞いてるのを思い出してすごい楽しかったです。はい。はい、では以上がアニカスさんの嫉妬するライターランキングでした。でこの企画は、シリーズ化するので、次回もご覧ください。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。